構一貫だったんですけど、うん、人間関係の悩みもあったし、はいはい、勉強も早くスピード速くて、スピード速かったね、はい、分からなくなっちゃって、うんうんうん、もうただつまらないなって思いながら毎日過ごしてました。ああ、そういうことだったのね。だからこそ去年の8月にね、転入試験受けたんだね。はい。で、学力界でのお勉強というのはどんな感じだったんですか、あなたにとっては。とても楽しく勉強できて、ええ、先生方も面白くて、うん、楽しみながら勉強ができたんですね。で、はい、いろいろなことをすぐに覚えることができました、ええ、そうですか、はい、私はちらちらあなたのことを見てましたけども、ずいぶん黙々と勉強するなっていう印象があったんですけど、勉強好きだったの？いや、もう前は本当に嫌いだったんですけど、はいはい、今はもう楽しいなと思うし。ああ、よかったね、はい。途中でくじけそうになった時ってなかったんですか？いや、ありませんでした。え、なんで？いや、もう本当に